オワイコールプラージュは、フランス、オードフランス地域圏、パイコールドカレー圏のコミューン。県最大の面積を持つコミューンである。一フランドルの海岸ヒラノにあるオワイコールプラージュは、北海に面し、パイコールドカレー圏とノール圏の境界にある。直線距離で、カレーの 13km 東、ダンケルクの西 25km、サントメールの北西 29km にあり、 ディールとは8 1トル、アラスとは9 2トル離れている。コミューンの土壌は、関心与に遡る海洋性の堆積物で構成される。かつてのアーガワデルタ地帯にあたる、このコミューンの地は、旧世紀頃まで水中にあった。そのほとんどが海抜4メートル以下で、沿岸砂丘の最高地点は、海抜1 5ルである。コミューンは、 全長9キロメートルの海岸と接し、かつてのノールパイコールドカレー地域圏内のコミューンで最長の海岸線を持っている。東のエカルディーヌ浜から西のエエムドワ浜にかけて砂丘が連なっている。オアでは多数の排水口、ワトラングが横切っており、そのうちで最も重要なのがグランドゼムのワトラングである。オア川は岩を水源とし、 1 3 5トルを流れた後に、ノール県のグランフォールフィリップにおいて、アーカワと合流する。プラティエドは国立自然保護区コミューン面積の一部は、近年、海からの砂と泥の体積によって得られている。環境、計画、住宅地域総局の調査によると、アーカワ河口の南にある狩猟小屋一帯は、エカルディの地区の低地と同様に、沿岸洪水に脅かされる可能性がある。 コミューン面積には何世紀も前に完成した干拓地が含まれる。近年の記録では1953年に発生した嵐でターフダムが決壊し海水がコミューンの一部に浸水した。また1925年堤防は暴風雨が発生した場合脆弱である。19世紀にはこうした堤防は特別な堤防と 砂丘警察によって保護されており、2名の道路、修理業者のうち1人が永続的な保全作業を行っていた。彼らの賃金と追加の作業は、彼らが享受した保護の程度に応じて、こうして海洋侵食から保護された干拓地の土地所有者から支払われる強制的な寄付によって賄われていた。草を買ったり取り除く、砂を掘って取り除く、 ウサギを飼う、荷車や馬、牛を通過させることには、罰金が課せられ、禁止されていた。オアイコールプラージュの町は、グラブリーヌ原子力発電所から、直線距離で8キロメートル圏内にある。沿岸の町は明らかに海洋性気候の影響を受けている。気温格差の深幅は小さく、冬は温暖で夏は涼しい。霜や雪が見られる日は、多くない。 風のせいで天気が変わりやすい。なぜなら風は頻繁に吹いて、時には荒れやすく、風向きに応じて天候に影響を与えるからである。コミューンは A16 号線の北に位置し、50番インターチェンジを利用する。A25 号線、A26 号線、海峡トンネル、カレーコーフェリーターミナルも近いコミューンの東西を県道119号線と、 カレーとダンケルクの間を走る県道9 4十号線が横切る。コミューンを南北に縦断する県道219号線は踊りゆいか方面をつなぐ。鉄道のテルノール、パイコールドカレーのカレーダンケルク間路線がコミューン内を通るが、コミューンに鉄道駅はない。オアイコールプラージュは非常に古い起源を持ち、中世ラテン語で書かれた中世の古文書では、コメ ビラオヤと記されている。8世紀にはオギアとして言及されている。その名前は島拡大解釈して湿った草地となる。満潮がバッテン湾に浸水したとき、現在のコミューンの土地の一部がかつて沈まない島を形成したことを想起させる。1913年海水浴が流行となったとき、オアは コミューン議会の決定によってオアイコールプラージュの名称となった。オア住民の自称であるアンセリアンは、ラテン語のアンセルからの学術的派生でよくあることだが、空想的な語彙に基づいている。確かに、俗ラテン語の王家から派生したフランス語のお家であるという誤ったお家の説明に基づいている。後者は古フランス語におけるお家。 おいを正式にもたらしたが、フランス東部で出現した後の時代の変化系である、おいえ、おいではない。コミューンは過去の記録を多く持っていない。1259年までのオアシシャクの時代は、ブローニュ博の影響下にあった。1346年まではアルトワ博領に属した。1558年までイングランド領になり、その後は、 フランス王国のオアハク領の名のもとにあった。879年にバイキングが上陸し、モリニ族を襲撃した。モリニ族の港は徐々に堆積で埋まり、18世紀に完全に封鎖された。1170年代、ギーヌハクボー望ン2世は全員が出席した厳粛な法廷をギーヌで開いた。その頃、ウスタシュドアは、 他の領主たちとの担保の一部となっており、十分の一税は、アドルフ・ダレスが三メダール・ダンドレス修道院長、ピエールに、マルク・ギンカ85枚として献金していた。ギーヌ・ハク・ボード・アン2世が三メダール・ダンドレス、修道院の守護者及び弁護人として、この集会を開催したのは、アンリ・ド・カンパーニュが、ギーヌにてその兄弟・ボード・アンド・カンパーニュの援護者と、戦わねばならなかった日であった。 1309年、ジャン・ステクタ・ザン・ドアの未亡人、マティルドは、グラブリーヌの資産次会員を前に、ブルブール修道院から合計60リーブルの大金を借りていることを認めた。1439年7月6日、オア城にて、フランス・イングランド間の和平会議が開催された。初期は、フランドルへの、次に、スペイン軍の道を封鎖する使命を追っていたトリデ城は、 現在何も痕跡を残していない。清締メダールに剣道された教会には、1346年のカレー包囲戦で戦死したイングランドの偉人たちが埋葬され、そして1558年のカレー包囲戦とグラブリーヌの戦いで戦死したフランス人が埋葬されている。過去の唯一の証人である教会の塔は1953年に復元された。塔は、 メアリー・ジョー時代の1553年にイングランドが建てた。ブロックハウス1872年、ポンドワに鉄道駅が設置された。20世紀初頭、オアは海水浴流行の恩恵を受けた。カジノ、別荘、施設が観光客誘致のため建設された。第一次世界大戦中、ポンドア集落はサンフォルカンに本部のある宿営司令部の指揮下にあった。 1917年6月、オアイコール・プラージュは、グラブリーヌの宿営司令部の指揮下にもあった。1942年から、連合国軍の上陸に対抗して、沿岸防衛を強化するため、ドイツ軍により、ブロックハウスの建設が行われ、沿岸の住居やカジノが解体された。オアイコール・プラージュは、1944年9月6日、カナダ陸軍のトロント・スコティッシュ連隊によって、 解放された。町から撤退する前に、ドイツ軍はブロックハウスを破壊したが、そのうちの一箇所は抵抗にあったため任務は完了しなかった。残ったブロックハウスは、射灯になっている。戦闘の形態をしており、村の戦闘と混同される可能性があったため、敵機から爆撃を受けた際に、おとりとして機能させることを目的としていた。 2016年12月20日の県条例により、2017年1月1日から、コミューンはサントメール軍から分離し、カレー軍に編入された。2018年時点のコミューンの人口は5478人で、2012年当時の人口より1.94%増加した参照もと、1962年から1999年までは、複数コミューンに、 住所登録をする者の,の重複文を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 INSEE19 世紀まで、コミューンでは、西フラマン語が話されていた。プラティエドは国立自然保護区は、コミューン北東部の海のそばに位置する。1987年に分類され、 総面積は391ヘクタール、内訳は陸地141ヘクタール、紅葉である海側領域250ヘクタールである。自然保護区は渡り鳥に好まれる一連の沿岸環境を保護している。ガイドの有無に関わらず訪問可能である。驚くべきことに自然保護区の東側と西側は狩猟小屋と接している。沿岸地域全体は生態学的、 動物学的、植物学的に関連する自然区域タイプ1として分類されている。砂浜の全長は9000メートルを超える。ありがとうございます。